皆さんこんにちは基幹教育院准教授の岡本ですこの動画では大学院基幹教育科目の大問題を解決しようについて説明します皆さんは大学院の授業に何を求めていますかやはり自分の研究に直結する高度な専門的内容でしょうかそれとも単に単位が取りやすいものでしょうか皆さんはどの分野であれ研究がしたいから 大学院に進学したはずですそして研究の方法というのは基本的に研究室ごとに指導教員や先輩から教わっているはずですこれが大学での研究において最も標準的で伝統的なやり方ですしかしどの研究分野においても狭い専門分野だけで解決できる問題より異なる分野にまたがる問題の方がはるかに多いのが現実ですこの科目 大問題を解決しようでは、異なる専門の学生がチームを作り、それぞれの分野を超えた問題に取り組むためのやり方を身につけてもらいたいと思っています。具体的には、テーマとなる問題の発見、問題解決の方法の選択、データの取得と分析、考察、結論の導出まで、異分野連携のチームで取り組んでもらいます。私の専門は、脳科学と意向学で、 最近では嗅覚に力を入れています嗅覚は匂い分子からそれを嗅いだときの感情の変化まで幅広いレベルでの専門的な研究が必要ですそのため実際医学農学理学工学文学の専門家と一緒に嗅覚吸収プロジェクトというチームを作って共同研究をしていますこの科目では私の異分野連携のノウハウを大学院生用にアレンジして 伝授したいいと考えています場合によっては私との共同研究にもつながるかもしれません。文系理系国籍を問わず意欲のある学生を歓迎します。